両法寺は、山口県熊毛郡田伏町にある浄土、新州本願寺派の寺院。三号は仏正山、本尊は阿弥陀如来である。1657年、須王国大島郡久下村にあった寺が買い取られ、かつての須王国吉井村、現在の地に建てられた。引き寺前の会期、二世は不祥とされるが、三世は良久、四世は良慶である。しかし、 傍聴寺社由来に記された四世の両家が、壮国風土記では、回帰と記載されている。久村から、吉井村に移築したことにちなんだ縁起のようである。両家の属性は、立花の家の一門、すだれ坂又三郎茂之である。十世、人死体の時、明治新政府の発した、平民名字必ず将棋無礼により、人死体は、両家の属性であるすだれ坂姓を名乗り、 すだれ坂ひとしたいと届け出た。その後、すだれ坂ひとしずみ、すだれ坂鉄図、すだれ坂いける方、すだれ坂、妙光、田中のリコラ子孫が、両慶以降の後を継ぎ、現代まで代を重ねている。両慶は、1629年11月、京都の龍国山本願寺十二世門主、順序常人のもとへ年若くして、弟子入りした。そこで、 巣王国並みの村から上京していた、千福寺の後取り、後の二世、宗順と地域を得て、修行後、千福寺の修行像となるべく、巣王国へ下校した。その頃を知る、近隣住民の家内の話が、巣王国風土器に残されている。この古書は、1832年の頃、定められた雛形に沿って、村の名細を昭屋が申告し、藩が返還したものであり、 社寺についても記されている。それによると、会期の属性はすだれ坂孫三郎引き出らされた年は1703年とある。また同書に、潜伏寺についての記載もある。潜伏寺の会期である宗家の俗名は、すだれ坂何坊と記されている。潜伏寺の修行像であった両家と潜伏寺住職の、宗家の属性を取り違えた記載のようである。会期、 両家の属性であるすだれ坂又三郎をすだれ坂孫三郎と誤り、両方寺の買い取られた年も50年近く誤って記載されている。伝文による調査が100年以上の時を経て行われたことによる歌詞のようである。しかし、両家と隣村の潜伏寺回帰、総家屋に清掃順との関係を裏付ける資料でもある。千福寺の隠樹、総慶の下で、 両家が過ごしたとされる期間は、寛永年間から明暦三年までの二十数年と、否定され、この間、両家は、総家、後の二世、総順後の三世、玄友、後の四世、片ひらと共に、千福寺の僧坊で過ごしている。その後、両家は、千福寺の総坊が亡くなった年の千六百五十七年に、長渡国萩町城下の草刈り、茂尾江門の娘、 後の明称大使と縁付き、仏、照山両方寺を買い取り、相続している。ちなみに、その翌年の1658年に、千伏寺二世の総順が先、千六1661年には、千伏寺三世の源とも、1670年には、千伏寺の四世片秀が千下している。両系は1679年に、両方寺の会期として千へその後、 1667年に生誕したただしずいが二世として寺の跡を継いでいる。江戸時代における両法寺と潜伏寺の関係は、両法寺の会期である両家が潜伏寺の修行像であったこと、また総計宣言の前年に、両法寺が大島郡から潜伏寺に近い隣村の吉井村へ買い取られ、相続されたこと、さらには両法寺六世炭水の第二、 潜九時六世集跡の娘を疑、淡水のもとへ嫁いだことなど、両寺の関係は密なものであり、また縁続きであった。ありがとうございます。